皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。改めて、アジアカップのベスト16、すべての対戦国が決まったね。日本はバーレーンですね。正直なところ韓国、もしくはヨルダンと思っていたので情報が。グループでは韓国に敗れてるものの、ヨルダンには勝利をしているわけだから当然のことながら強いチーム。ただカタールワールドカップの最終予選とかまでは出場していませんでしたよね。ただ最終予選進出国を決める二次予選ではイランに勝利し、イラクにも2引き分けと一歩も引かない実力を持っていた。コロナウイルスの影響もあって予選が一時中断。再開後も国内リーグは頻繁に中断するなどアクシデントもあり、イラン、イラクに勝ち点で2点及ばずにここで敗退となってしまったんだ。というかアジアカップベスト16の国が3つも入っている二次予選、しのくみすぎる。それ以外でも前回の2019年アジアカップでも決勝トーナメントに進出しており、この時は韓国と対戦、延長戦までもつれた結果、1対2で惜敗。さらに2019年のガルフカップでもイラク、サウジを破って優勝。実績は確かなものがある。というか強いですね。ここまで勝ち残っている国で油断できる国はないということだね。ヨルダンとの試合を制して、逆転で首位通過を決めたバーレーンのピッチ監督は経験豊富な監督。チリ代表を率いた2016年にはコパアメリカ優勝し連覇に貢献。サウジアラビア代表を率いた2018年には、ワールドカップでサウジに24年ぶりの勝利をもたらすなど実績十分。2019年のアジアカップをもってサウジの代表監督を退任した後はいくつかのクラブで監督を務め、2022年から UAE のアルワスルの監督を、2023年7月からバーレーンの監督を務めている感じだね。就任当初は現地メディアからも、ピッチの目標はただ一つ、チームをワールドカップに導くことだ。ワールドカップ出場というバーレーンの生涯の夢がついに現実になるものとなるかもしれない。まずはアジアカップに向けて準備に余念がない。ワールドカップ出場という目標への始まりになることを期待している。と大きな期待をかけられている。その期待に応える首位通過というわけだね。右肩上がりの中東勢。怖い存在ですね。直近のワールドカップ二次予選においては UAE に敗れているようにまだそこまでの力をつけているとも言い切れないけど、この大会、何せ中東勢が強い上にカタールとバーレーンは政治的に緊張関係にあることもあって、代表チームにおいてもライバルとして有名な存在でもある。隣国でもあるし、気合は入っているだろうね。ピッチ監督はヨルダンとの試合を振り返り、勝利できてとても嬉しいし、チームのパフォーマンスにも満足している。我々は計画を立て、計画を実行し、勝利を得たかったし、勝利して勝ち点3を獲得できた。今は回復に努め、次の試合のことを考えなければならない。とコメント。次の対戦相手である日本は前回大会、サウジ代表を率いて対戦経験もあるピッチ監督。日本のレベルはとても高い。ここのレベルも高く、技術もポテンシャルもある。日本は素晴らしいチームで、経験豊富、ヨーロッパのリーグでプレーしている選手たちもいる。と日本を称えながらも、しかし、私たちは非常に希望に満ちており、選手や我々のチームについても非常に楽観的だ。チーム内の士気は高い。チーム内の連帯感にも支えられている。とこの試合にかける意気込みを語っている。少しだけ気になるところというと、日本代表がグループで敗れたイラク、そしてバーレーン。いずれも中東で監督が外国人監督。外国人監督自体は何も珍しいことではないですが、イラクの監督であるヘッス・カサスはマドリード出身で、ピッチ監督はアルゼンチンで生まれた違いはあれど、ピッチ監督はその後スペイン国籍を取得し、スペイン代表としても活躍。そして引退後はバレンシアでも指揮を取っている。つまり、ヘッス・カサス監督のようにスペイン人の指揮官といっても過言ではないと。ちなみに前回のアジアカップ決勝で日本はカタールに敗れたわけだけど、その時の指揮官はスペイン人監督のフェリックス・サンチェス。アジアカップにおいてスペインと中東という組み合わせにことごとく敗れているんだよね。さらに遡ると2015年はベスト16で PK 戦により敗退。この時の相手は UAE。2011年は優勝したものの、唯一の引き分けはヨルダン。2007年はベスト4でサウジに敗退。2000年と2004年は連覇しているけど、2004年の優勝は覚えている人も多いようにヨルダンには PK 戦で辛くも勝利。ベスト4ではバーレーンと対戦し、遠藤康人が退場となるなど苦しみながら延長の末に勝利をしたよね。あの大会は中国の反日ムードもあってとんでもない雰囲気でしたもんね。とにかくアジアカップでの対中東は何が起きるかわからないというのは今までの成績でも証明されてるように。今大会ではイラク、そしてここからはバーレーン。これに勝ったとしてもシリアかイラン。
ベスト4で当たる山には開催国のカタールが控えている。中東3連戦が濃厚ってことですよね。本当今大会の道のりは険しい。さらに過密日程という敵もいる。日本代表にはバーレーン戦での戦いが今後の鍵を握るだろうね。延長にもつれ込むような展開は絶対に NG で90分で決着、しかも可能なら余裕のある展開ですね。舐めているわけではなく、その先を考えると26人全員で戦う必要があるからね。インドネシア戦後、堂安は、全選手がクオリティを出せれば今日のようなゲームはベースであるべき。普段出ていない選手が起爆剤になるように表現できた。途中から入る選手、そのクオリティの高さは頼もしさしかなかった。改めて優勝すべきチームだと思う。と日本の層の厚さを強調したように、日本が他国に引い出ている部分としてはやはり大会最多の海外組の選手たち。森保監督も対戦相手がバーレーンに決まった後、感想を聞かれ、スタートで相手を乗せてはいけない。ピッチ上の戦い、スタンドのサポーターも力になってくる。相手に勢いづかせるような入り方をしては絶対にしてはいけないと警戒心を強め、ここまでの戦いぶりをチーム内に圧倒して勝たないといけないとの思いがどこかにあった。現実は圧倒できるわけではない。ギャップの中で戦っていた。我々が準備をしても 150% の力で相手が来る。それを上回らなければと改めてこの大会での試合に臨む気持ちを引き締めていた。前評判が高かっただけにどこもスカウティングしてきますし、日本を倒すために全力ですもんね。イラク戦でも長身のフォワードであるアイメン・フセインにやられたように、バーレーンにも長身のフォワードが控えている。2018年からチェコでプレイし、バーレーン初のヨーロッパ一部でプレイしているユスフ・ヘラル。代表としてもこれまで67試合に出場し、アジアカップもこの大会で3大会目。経験豊富なターゲットマンで、ヨルダン戦でも裏抜けして値千金のゴールを決めているように高さ以外も要注意。やはり、ベスト8やベスト4のことは考えずに一戦必勝で集中、ですね。そうだね。むしろ心配なのは今日と明日、アジアカップの試合がないこと。私もそれを考えていました。昨日の韓国とマレーシアの試合なんかはこれぞアジアカップと思いましたし、日本戦以外でもワールドカップとはまた違った魅力があるんだなと気づきました。ワールドカップや今年行われるユーロと比べると有名な選手がそこまでいるわけでもなく、レベルが高いかというとそうでもない部分は確かにあるんだけど、アジアで一番強い国を決めるというぶつかり合いというのはアジアカップにしかないものだからね。2023年に見てきた親善試合とは全く違う雰囲気で試合を見ています。まさにカタールワールドカップぶりですよ。ワールドカップとアジアカップでは日本の立場も違うのも楽しさの一つでもあるのかもね。この大会を一日でも心から長く楽しめるよう、日本代表には優勝をしてもらわないとです。ここから先は一戦必勝で4連勝を期待しましょう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。